というわけで、今回は一人飲みをしながら皆さんに改めて自己紹介をさせていただきたいと思っています。仕事は富山県を中心に県内で活動しているフリーアナウンサーです。元富山テレビというフジテレビ系列のテレビ局でアナウンサーを10年務めていたので、今もその富山テレビにはテレビリポーターとしてお世話になっています。テレビ CM に出演したりとか、あのふるさたっていう土曜日の情報番組があるのですが、そこで、パブリシティ、いろんな企業さんだったり商品の紹介をする仕事をしています。あとは砺波地区のケーブルテレビ TST、砺波ケーブルテレビであれこれ探検隊っていういろんな地域の話題を紹介するコーナーと、あとぐる生という、あの昭和を舞台にしたすごく楽しい番組があるんですが、それは生放送で出演させていただいております。なんかね、昭和のガス屋さんの奥さんの鬼嫁役をやっています。品川よしえという役です。で、鬼嫁なんです。実生活ではどうでしょう、でもすごく身近な人には鬼嫁のイメージ持たれている方も多いんですけど、なんですかね、結構ズバズバパキパキ言っちゃうので、あれしてこれしてとか、でそういうのを見てる人はなんかこう鬼嫁っていうイメージを持ってるかもしれない、でもそんな鬼嫁じゃないと思いますよ。実際主人の方が結構私にあれしろこれしろとか言って、結構家事全般はほとんど協力しない人なんですよ。なので、鬼嫁じゃないと。鬼嫁だったらだってそこでもうぶち切れて多分家出てると思うんです。家族構成は、主人と私と、小学4年生の息子と、あと年中の息子がいます。10歳と5歳です。男の子2人、結構ね大変でしょって言われるんですけど、想像以上に大変です。もうすごいパワフルで、もういつも力あり余ってるので、その力をねもうぶつけ合うっていうか、年中の子と、小学4年生なんで5歳離れてるんですよ。なので、生まれた時はもう5歳も年の差あるし、お兄ちゃんが弟の面倒を結構見てくれるかなとか、思ってたんですけど、想像以上にこう対等というか、年中の弟も兄ちゃんにもガンガンもちょっかい出して、もうやり合っていきますし、あとお兄ちゃんもそんなまだまだ無視できない年頃っていうか、こうやってバーってちょっかい出されたらもうこの野郎ってやり返してしまうので、なので結構もう一緒にいる時間、学校行く前とか学校から帰ってきても一緒にいる時間はもうとにかくやり合ってる2人です。フォートナイトっていうゲームに2人ともすごくハマってまして、でなんか2人でこう作戦じゃないですけど、お前はこっちとかってこう作戦を決めて2人ですごいやってますね、ゲームね。プリンちゃんっていう可愛いワンちゃんをトイプードルの女の子なんですけど2ヶ月前から買い出しまして、そのプリンちゃんが我が家の唯一の癒しです。すっごく可愛くて、女の子なんで結構性格もおっとりしてますし、なんか全然吠えないんですよ。もう吠えないし、なんかソファーとかでくつろいでるともうそーっとくっつい、甘えん坊なんでくっついてきてちょこんってこう膝の上とかに顎乗せてなんかこうリラックスしてくれたり、ほんと可愛いです。2児の男の子のママの同じような悩みを持っているお母さんだったりとか、いろんな方とつながっていきたいなと思っていますので、富山のこと、富山の情報はどんどん発信していくっていうことはもちろんなんですが、そういった子育てのことだったり、こうアラフォーママならではの例えばあのファッションだったり、何か日常の楽しみだったり、自分が好きなこともどんどんアップしていきたいなというふうに思っています。結構35歳から40歳くらい同じ同年代の女性の方がすごく見てくれてるんですよね。それがすごく嬉しくて、富山のママ YouTuber として、もっともっと情報を発信していきたいなっていうふうに思っています。
こういうのをもっとやってほしいとか、そういったリクエストもコメント欄からお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。返信します。今回は以上で、終わりになります。最後まで見てくださってありがとうございます。インスタの方もやっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。もしちょっとでも今回の動画もいいなと思ったら、いいねボタンお願いいたします。